メロンもらったよ。はい、そういうわけですね。今週の世田谷ウェブテレビ始めたいと思います。挙手会のおなじみジャックリンでございます。よろしくお願いします。これ最初アップにしていただいたんですけど、233の近くにオープンしました若林カモスのですね、T シャツができましてですね、これシンプリのカイ君に作っていただきまして、今日からホズミンが、店主ホズミンがこれを着て営業しておりますので、皆さんよろしくお願いします。そしてメロンは233写真部部長にいただきました。この後みんなでいただきたいと思います。でちょっとよくわからないオープニングになってしまったんですが、今日は233写真部の部長をお招きしてですね、写真部プレゼンツということで、写真部のあんなことこんなことをお伝えしていきたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、拍手。まあ、じゃあ早速ゲストをお招きしたいと思います。233写真部部長星野さん、どうぞ。お疲れ様です。こんばんは。すいません、ちょっとオープニンググダグダしてしまいました。メロンの新しい使い方が。そうなんです。僕はね、どうしようかなと思ったんですけど、まあなんかノリでやってしまいました。ノリなんだ。はい、後で編集の時に自分で見てですね、まあさすがにこれはと思ったらカットします。マジか。よろしくお願いします。はい、メロンありがとうございました。はい、メロン有名ですよね、今回。有名っちゃ有名ですけどね。そういうわけでもないんですか。もうどうなんでしょうね。小さい頃めちゃくちゃ食べてました。もう我々はやっぱりなんか、はい、病気になったらみたいな、あ、ちょっと高級な食べ物みたいな。あのブランドあるじゃないですか、夕張に。ありますあります。あれは食べないです。高級ってことですか。そう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 。だから夕張の隣の町で作ったメロンを買って食べればいいわけですよ。なるほどね。味、あれ味そんな変わんないってことですか。いいです。だって隣の町で作ればもう夕張メロンじゃないから。なるほど、ね、値段が安いわけですよ。だそうですよ。まあそんなことで今日はですね、一応写真部プレゼンツということで、まあいろいろなんかあれですよね、夏からこう秋にかけて写真部員もいろんなところで展示もしてますし、233写真部自体も展示を控えてますんで、はい、まあ、その辺の告知も含めて、ね、そうですね、いろいろやっていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。最近体調良くないんですか。体調ね、夜年並みにはというと、まあこの前50、そう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 、それもあるし、超えましたから。あとね、まあ、そもそも暑いの嫌いなんですよ。あ、でここ数日特にちょっと異常じゃないですか。そうですね。だからね、来年以降は更年期障害もあるかもしれない。ちょっと来年以降はぜひ夏を廃止してもらいたいなっていう。あ、なるほど。私の希望です。僕は夏大好きなんですよ。マジですか。ね、このぐらいのうだるぐらいの夏がもうすごい大好きで、ね、夏好きな、夏が恋しい人は夏の国に行けばいいです。あ、夏のダメな人は、そう、夏のない国でね。あ、そう、降ればいいなと。まあいいですか、その話は。まあ暑いのは間違いないので、体調気をつけてください。これからあれですよ、写真部もちょっといろいろ忙しい時期に入ってきますので、ね、そうなんですよ。早く秋になるから。そうなん、いやもう早く秋になっちゃうとちょっとえらいことになりますよ。いろいろやんないといけないこともありますから。確かにね。ちゃんと水分とって、はい、元気に健やかに過ごしてください。健やかにね。健
健やかに過ごしてください、うん、健康重要ですからね。重要ですよ。あれでしょ、内視鏡とかやってないでしょ。内視鏡やってないですでしょ、うん、もうあれですし、2日前にカメラまずですか、飲んだ方がいいですよ。さすがカメラ好き。写真部なんだから、写真部だから内視鏡もやるよぐらいの、もうバンバン体内にもカメラ入れるよみたいな、そういう感じでいきましょう。体内にカメラ入れたくないな。内視鏡ツアーとかやったらいいんじゃないですか、写真部だけ。私欠席ですね。本当ですか、うん、俺全然組みますよ、もう。本当ですか。はい、もうみんなでカメラ持ってで体内にカメラ入れようみたいな。それはだから妊産さんの写真部じゃなくて妊産さん胃カメラ部とか使ってやってください。で、あの、あれ写真くれるんですよ、内視鏡でやったら。ああ、はいはい、それをみんなで見せっこして、うん、あ、いいねみたいな、あ、ちょっと荒れてるねみたいな話とか、展示とかすればいいんじゃないですか。展示ありますよ、ね、うん、バンバン Facebook にパンパンそれアップしていきますから。これ慢性胃炎なんでね、ところどころ荒れてるんですけど、それもパンパンアップしていきますから、うん、あ、いいっすね。そうしてやりますか、皆さんよろしく、よろしくお願いします。どうなんだ、さあ何の話からいきますか。やっぱりこれ、そうですね、これ DM が来たばっかりなんで、うん、アップしていただけますかね。いいですか、アップなりました。はい、233写真部フィールドワーク写真展2014ということですね、今年233写真部の人たちの案内で三宅島と南相馬、うん、はい、まあ、全然あのそれぞれは独立したまあ企画なんですけど、まあ、行ってきたということで、せっかくなんでそれをまとめてちょっと活動報告しようと、うん、そうでしょう。今年ちょうどまあ偶然というか、うん、たまたまそういう機会が2つで重なったので、ね、別にあのなんか被災、まあ、三宅島もね、うん、被災というか災害があったので、うんうん、まあそれがあったからということでは特別ないんですけどね、なんかまあ、まあなんとなくこう三宅島と南相馬っていうところに実際に部員の人たちが行って、うん、やっぱりその現場を見てきたということで、うん、なんかそれを写真に飾る意味がひょっとしたらあるかなと思いましたね。そうですね、あのね、ニュース等で報じられてるものは皆さん、うんうん、まあ、テレビ等でご覧になられてると思いますけど、まあじゃあ実際ね行ってみたらっていう感じるものってやっぱ違うんじゃないですか、うん、まあ、それがまあたまたま南相馬にゆかりのある233写真部の部員がいて、うん、三宅島にもゆかりのある233写真部がいて、でそれぞれあの自分 の, その思い入れのある土地をちょっと他の人をね、うん、案内したいなっていう思いを持った人たちがいたもんだね。だからまあ、はい、三宅島はでも結局行けば行ったでその、まあ、観光もできるし、うん、あの自然も美しいし、はい、まあ、行って楽しいなっていう話。三宅は、ね、基本的にそうですね。そうです、三宅はね、私実は私も初めて行ったんですけど、うん、船で行くんですね、うん、東京の竹芝桟橋っていうところから、船で6時間ぐらい、うん、結構かかりますね。6、7時間、6時間ぐらいかな。で、行くまであの行き方も知らないし、うん、いや、知らないです、うん、ね、もう行ったことない。どんなもんかなと思ってたけど、うん、竹芝桟橋って東京 の, あの浜松町駅から歩いて行ける、うん、桟橋なんですよね。だから意外 と都会っていうか、都心なんですよ。で、そこからポンとこう船に乗ったら、うん、朝になったら三宅島についてるっていう、実はね、簡単にちょっと不思議な感覚ですよね、うん、そう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 、うん、だから東京、まあ実際三宅島も東京都だし、うん、なんか東京でそういうなんかこう島ライフっていうか、うん、ね、ちょっと満喫できる感じで面白かったんですよ。6時間って何キロぐらい離れてるんですか。ね、距離で言ったら多分180キロぐらい。ああ、でもまあ、そこそこ離れてますね、うん、やっぱり、うん、で空港もあるんですけど、うん、就航率が結婚によくなるんですよ。半分ぐらい結婚になっちゃうので、なので皆さん船で、うん、まあ面白かったですよね。今10、12?3?10、
13人か、13人プラス、ご案内の部員が1人と。これあの DM の裏にも書いてるんですけど、あの日照写真紹介でおなじみの ね、小林翔吾郎さんが、はい、あのまあ、写真屋さんは一応、うん、畳んでですね、プルントというあの、まあ、個人でねそのプリントを請け負うっていう仕事と、あとはまあ三宅島にこうやっていろんな人を連れて行って、まあ、案内したりっていうことでね、まあ、もちろん他に、まあ、仕事もやってらっしゃって、うん、会社勤めされてるということですね。その小林さんの案内で、うん、まあ、連れて行ってもらったということですね。で今回はね、あの、まあ、小林さんってあのなんで三宅島と縁があったかっていうと、うん、あのダイビングを、うん、あのされていて、あのインストラクターとか、うん、そういうのをやってたんですね、三宅島でね。でなんですけど今回は、海はなしで、なし、あの島に行って陸だけオンリー陸だけで、あの陸をバーッと見て歩いたってことなんですが、うん、例えばこの風景は三宅島の写真じゃないですか。そうですそうです、これは三宅の、そうですそうです、あの三宅って有名なのはそのやっぱダイビングとから釣り、フィッシングと、それからバードウォッチングかなっていうのはあの観光のキーワードとしてあの出てくるんですけど、あのさっきちょっとあの被災っていう言葉が出てきましたけど、三宅島って日照写真紹介さん改めプルントの小林さん曰く、20年に一遍噴火してるんですよね。で一番最近だと2000年にあの噴火して、5年間全島避難で、あの人が住めなかったんですけど、20年に一遍噴火してるんで、あのあちこちにこれ何年に噴火した時の、あの溶岩流れた後みたいな、あのそういうのがあるんですよ。なのでそういうなんていうんですかね、あの生きてる地球を、あのの痕跡をこう見に行けるっていうね、うん、だからそういうなんかねネイチャーガイド的なことをもう最近やってる人もいるみたいで、うん、我々もそういうところをね見てきた。ここもだからそのこれもあれですよね、この噴火の結果の、うん、灰ってわけじゃないですか、うん、やっぱね土壌もだからそのやっぱりそのなんていうんですか、あの溶岩が固まって砕けてみたいな、うん、そういうものの、なんていうんですかね、あの土壌のところが多かったんですよね。例えばここなんかもそうですよね、多分。そう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 。まあ、いろんなも固まって、うん、結構硬い感じなんですか。ね、うん、なんかね、黒い、あの粗いなんかこう石の細かいのみたいなのがこう敷き詰まられてるような感じ。こっち側は海なんですけどね、こっち側は海で。うん、まあそういうなんか自然だから海も楽しめるし、まあ山的なものも楽しめるし、そういうなんていうの、その火山的なね、もうディスイズ火山みたいなのも楽しめるし、楽しめるっていうかね、あのまあ、 あの見られますというところで、あの実はバラエティに富んだ面白いところでした。食べ物はどうなんですか。食べ物はね、僕はもう三宅島の食べ物って刺身しか浮かばないですけど、あの五津屋のね、ポストカードのね、刺身ね、うん、まあ、当然海の幸はあるわけでしょう。そうですね、うん、まあ、我々の一泊で行ったんで、あのそんなにね、あのグルメでこう食べ歩いたとかっていうわけでもないんですけど、まあ、やっぱりこう海のものと、あとね、私残念ながら食べなかったんですけど、あの泊めてもらったあのスナッパーっていう、あの民宿、の、まあ、おかみさんが考案したサバサンドってのが、あ、今何気にちょっとブームで三宅島でですか。あ、でも、ね、全国的に結構全国的には1日10個ぐらいしか作らないって言ってたから全国的なブームは少ないですね。そう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 、あのなんですけど、でもそれサバサンド食べたんだっけ、エミリーさん。いや、もう全然エミリーさんがもうこっちを気にしてないです、ね、本当ですね。サバサンド食べたよ、全然。サバサンド食べましたよ。サバサンドどうでした。美味しかったですよ。臭くなかったし。ハンバーガーみたいなってこと、どちらかというとホットドッグみたいな形で、レタスと玉ねぎと
がちょっとなんかドレッシングで買える、うん、と甘辛に煮たガパ、うん、ちょっとイメージが出てきて喋りますか。いえ、サバサンドで、私はなんでサバサンド食べてないかっていうとあの私ののり弁をチョイスしたんですよ。のり弁ってあのいわゆるこっちで、はい、あのいわゆるほか弁屋さんで売ってるのり弁を想像しちゃダメなんですよ、はい、違うんですか。違うんですよ。だってもし本当にそののり弁だったら、うん、それでサバサンド選ばなかったらもう絶対ダメチョイスですよ、ね、まあね。でもその一応そのプルンと小林さんがそのおすすめ の、 そのお食事として、はい、サバサンドかのり弁かどっちにしますかって。そののり弁はじゃあ何ですか、あの岡弁的なのに鮭に海苔とかちくわ投げたのとかじゃなくてそれが普通の海苔弁じゃないですか、うんうん、どういう海苔弁なんですか、海苔の佃煮みたいにしてある海苔が、そっちの、うん、本当のそうでですね、うん、ご飯が進みます。そんなそんなね、あのそんなにしょっぱくない感じで、それはそれでまた美味しい、うん、ものをいただいてはいいですね。ちょっとじゃあ三宅島の方はそういう、はい、まあ、自然風景、まあ、食べ物を取ってる人がどうか別にしても、でもね、あの食べ物でいうとね、まあ、三宅っていうかね、あの、すっごいおしゃれなレストランで、うん、三宅島にですか。はい、ランチいただきました。ああ、のそこも美味しかったです。それは写真撮りました。写真撮りました。あ、では、まあ、写真、まあ、あの写メですけどねそれちょっと見たいですね、うん、あのそこはね本当におしゃれ で、うん、でお料理も美味しくて良かったですよ、うん、だそういうおしゃれスポットもいいです、ね、あります。じゃあ、まあ、三宅島、まあ、その辺のスナップが出てくるんですかね、はい、まあ、あの13というか、まあ、小林さん入れて14人、うんうん、で行きましたから、まあ、海もあれば山もあれば森みたいなところもあれば、いろんなところありますね。うん、ぜひぜひ。これはじゃあ、まあ、写真としてはもちろん三宅島の方が多くなりますけど、うん、南相馬も星野さんとエミリーさんと、はい、あとはまあガルさん3人で、はい、そうですそうです。で、まあ、ガルさんのふるさとに行ってきたということなんです、はい、そうですね。南相馬はまあもう皆さんご存知だと思いますけど、うん、2011年の3月に、まあ、地震があって、福島第一原子力発電所っていうのがね、うん、近くにあるんですよね。で、その南相馬市全体ではないんですけど、まあ、南の方の一部が、うん、あの原発から20キロ圏内に入ってて、まあ、今でもあの住むことはできないんですよね。うん、あの行くことはできるんですけど。泊まれないんですよね。ガレさん泊まってたよ。うん。この間泊まったってね、言ってたね。あの、我々4月に連れてってもらったんですよ。4月の最後の土曜日かな。に連れてってもらったんですけど、その時は、立ち入りしてもいいし、うん、あの、お家行ってもいいんですけど、うん、夜は泊まらないっていうのが一応ルールで。だからなんかある人は、昼間やってきて、うん、どこかにこう帰っていくって言ったら変ですけど、あのそういうところでしたね。まあ、あの、まあ、そういう場所で、まあ、ガルさんはそこにご自宅があって、うん、で、ずっと今、茨城の方にね、今、うん、あのちょっと仮の住まいであの住まわれてますけど。まあ、いろいろ 3年経って、まあ、ガルさんもいろいろご苦労もされてるんですけど、うん、あのいろんなその自分のなんていうんですかね、ふるさとに対して何ができるかなとかって思った時に、まあ、おそらくそのご自分 の、 そのお知り合いっていうかね、知り合い、友達をね、にあのを案内と、うん、したいなというふうに思って。で、まあ、声かけてもらったというかね、うん、だから写真部的にはその、まあ、他にも多分被災した方とかいらっしゃると思うんですけど、うん、やっぱりガルさんが南相馬ということもあったし、うん、あと震災の前からライフ展でね、うん、23さんの写真展にずっと出してくれてたとかっていうこともあるし、
あと震災後も写真展に積極的に参加してくれて、うん、南相馬の現状とかをね、うん、ここで語ってくれたりとかね。そうですね、まあ、なんか我々ちょっとこうガンさんを通してその現場の情報をいただいたりとかね、うんまあ、今回も直接連れて行っていただいたりとか、そうですね、まあ、そういうふうにちょっとお世話になってる部分ありますよね、うん。だからまあガルさんはまあ実際あのそういう意味で言ったら被災された方なんで、うん、当然ね、いろんなその悲しい、うん、話だったりとか、多分ね我々も聞いてない、うん、まだそのガルさん の胸の中にあるいろんな、うん、嫌だったこととか辛かったこととかっていうのもいっぱいあるんだと思うんですけど、まあそれだけでなくてね、やっぱりその南相馬にその愛着を持ってるそのガルさんっていう人を通して、うん、我々が見た南相馬っていうのもまたちょっとこうそういう意味では、またかね全然関わりのない土地ではなくて、うん、少なくともその3人で見てこられたのは南相馬の、うん、今じゃないですか。そうですね、で撮ってこられたもんね、うんうんうん、まあそういうものはやっぱりいろんなところでこう発表とかそうですね、僕は意味があると思っていて、うん、まあ点数的にはそんなにないと思いますけど、うんまあ、ちょっといろんな人の、ね、目に触れてもらえればなと。だから必ずしもそのマイナス的な、ねうん、部分ではだけではなくて、まあ、美しい景色だったりとか、うん、あとね、その南相馬はね、うんラーメンがうまかったっす。あーラーメン食べてきました。ラーメン食べました。うん、双葉食堂さっていう。何ラーメンでしたっけ。もやしが入ってたっけあれ、うん、ね、もやしそば、もやし、そラーメン、うん、多分醤油だと思う。いや、ちょっとイメージわからないんで出てきてしまった全然イメージはわからないんですよ。そこもだから、もともとのお店は、入れないじゃないな、居住が制限されてる場所にお店があって、っていうかね、ガルさんの家の隣なんですよ。双葉食堂が、そう、あそうですね、うん、で双葉食堂さんは今その、復興、まあ、商店街みたいな、うん、プレハブでね仮の商店街を作ってるところの一角でお店出されてるんですけど、うまかったですね。それもじゃあ行って営業してどっかにってことなんですか、うん、そこはだから、うん、そこはもう完全に営業用のプレハブがあるだけなんで、うん、まあそこに通われて、うんうん、営業されてるんだと思いますけど、でもねこうおばちゃんのなんかこう威勢の良さそうなおばちゃんが元気にやってていいなと思って、双葉食堂もよろしくお願いします。ね、兄さんさん面部活動をしてきたっていう、うん、ああそうかそうか、面部ね、面部活動をしてきた、そうです、双葉食堂のラーメンが気になる方は兄さんさん面部のブログを、面部ブログにアップされたの、アップしました、4月の終わり26日で、ぜひ皆さん見てですね、ラーメンを食べに行ってください。はい、よろしくお願いします。全然ねあれですよ、まあいろいろね、いろんな数字が気になる人もいると思うんですけど、気にならない人は全然何の問題もない、うんうん、皆さん普通に過ごされてるところなんで、そうですね、はい、分かりました。じゃあまあこんな感じですかね、皆さん。そうですね、ということでよろしくよろしくお願いします。8月16日から31日までやります。はい、よろしく。じゃあ他に何か紹介しますか、写真部員活動紹介コーナー、はい、まずじゃあ現在開催中、これ行きましょうか。あ、師匠のこれ那須さんの写真で、はい、まあ、銀座のパリミキというメガネのパリミキさんのサロンが銀座にありましてですね、その壁面がギャラリースペースになっているミキシム銀座ギャラリーっていうのがあるんですけど、そこで写真部員の那須さんの個展をやっております。これ一応僕がプロデュースさせていただいたんですけど、うんうん、一緒に搬入してですね、はいはい、やってまいりまして、ご覧いただきまして、行きました行きました。那須さんの写真って、うん、すごいモノクロなんですけど、うん、
すごい不思議な感じのね、ちょっとこれってこんなドラマチックな空があるんかとかね、ちょっと現実とちょっと違う、そうですね、うん、あのモノクロ写真、うん、だったりとか、なんですけど、でもあのパリミキのちょっとあのなんていうんですかね、セレブリティな感じとか、なんかいい感じに合ってますよね。なんか今まで何人か、まあここ写真だけじゃないんですけど、いろいろ何人かプロデュースさせてもらう中で、モノクロだけってやったことなかったんですよ。ああ、確かにそうかもしれないですね。ごっちんさんのやらせてもらった時もいろいろ話をしたんですけど、ごっちんさんはその時モノクロもちょっと出したいって言ってくれたんだけど、まあカラー、しかもあんだけコントラストも強くて派手じゃないですか。だからモノクロは一旦なしにして、はいはいはい、また別の機会ということで、で、那須さんがもうがっちり最初からモノクロで、ね、ちょっと有限な感じのね、そうですね、場で、あ、まああんまりああいうメガネ売り場ってないと思うんですけど、940何万円のメガネフレームがあって、それもあの、まあ、ガラスケースの中にね入ってるんですけど、あの言えばかけさせて全然あの試着させてもらえるので、金の延べ棒も売っておりますんで、ですね、イモトみたいなやつね、あれだから1個400万とかっていう値段のやつを、あの全然それも言うと、あの全然持たせてくれますよ、持ってみますかみたいな感じでね。なので那須さんのあのね、搬入の後は1週間経ってない時に行ったんですけど、うん、もう芳名帳が100人あこれですごい人が来てくれてるみたいですよ。ありがとうございます。那須さんね、那須さんもいろいろあの PR してるんだけど、うん、あのパリミキのスタッフ店長さんも、うん、先生すごいあそこすごい先生のつながりがある方なんですね。あそこのスタッフみんなね、作家さんのことを全員先生って呼んでくれるんですよどんな人でも全員先生なんです。あのごちんさんも後藤先生、後藤先生みんな先生です。またね、那須さんってね、あの本人の写真がないですけど見た目はね、もうまあ、最近よく言われてるのは何です、陶芸家僕やってるのは仙人です。仙人怒られますけどね。あのちょっとこうこの世をなんか超越した感じの風貌なので、あれでね、那須先生って言われたらねあの知らない人が見たらねちょっとこれ言うと那須さん怒られるかもしれないですけど、搬入の時ね、うん、あの那須さんあのこう長髪に、うん、T シャツに短パンサンダルできたんですよでこれでも先生って呼ぶのかなと思ったらちゃんと先生って呼ばれてましたね。でなんか髪の毛切ってくるのと思ったんだけど切れなかったとまあなかなかのインパクトの風貌で現れてくれました。あの那須さんは割とあの在廊してるので、あの在廊の時はあの結構ちゃんとした格好してきてくれてるんですけど、あのパリミキ銀座一丁目のサロンですから別にドレスコードあるわけじゃないんですけど、なんかね周りあの何十万とかっていうメガネフレームに囲まれてね、ポーラビルのね、あの4階ですんで、ぜひこれ10日まで、10日までですね、はい、はい、お願いします。それともう1個、これも実は10日までかな。そうですね、はい、これはプー太郎さん、そうですね、これは日本ハリアナ写真協会という、優秀正しい団体がありまして、233写真部は元より233コミケ部からモンハン部、あれプータロさんってメンブもだっけ、メンブではないんだっけ、まあ数々のサークル活動に参加しているあのプータロさんがなんとその優秀正しい団体の理事を、はい、理事では務めてますけど、これ毎年やってる写真展、そのハリアナ写真行きました、これねまだ今年は行きました、これですよ、どうでした、うん、あの去年行けなかったんですけど、うん、あの毎年去年違う場所だったのかな、でも結構その会員数も多いし、うん、あの毎回出されてる方がすごい個性的な写真出すんですよね。そうですね、そうですね、でハリアナっていう縛りがもちろんあるからなんですけど、うんうんうん、まあ、今年も、まあ、本当にちょっとどうやって撮ったのって写真とか、ね、不思議な写真とか、もう純粋に綺麗な写真とか、うん、いっぱいありましたよ。あの毎年見てるとね、そういうのをあの、ま、毎年見てるなりの感想があるんですけど、うん、多分ね初めてハリアナ の, そのがっつりした写真展をもしご覧になる方がいらっしゃったら、うん、結構度肝抜かれる感じですよね。抜かれます。あとでありつつ、うん、全然写真興味ない方も結構見たらね面白いですよ、うん、ハリアナ写真は。
若干ね絵画的な雰囲気もあったりとか、あのなかなか、うん、で多分ね、実物っていうかカメラのなんかいろいろ置いてありました、うん、あったと思います、うん、いくつかで、あの人がもし、うん、あのちゃんといてくれたら、うん、みんなあのハリアナ写真協会の人なんで、うん、めっちゃみんな詳しいので、すごい、そうそうそう、すごい、もしあの話しかけたらすぐ案内してくれます、うん、もうめっちゃ話しかけ、あの詳しく教えてくれると思いますんで、ぜひ。これも10日まで、はい、高等文化センターなんですね、よろしくお願いします、はい、であれ見当たらなかったんですよ、鷲尾さんの、あ、うん、ちょっと今、あ、これ忘れていたって今、これですね、はい、To the sea、 To the sea、233写真部、写真部員でいいんですよね、いいですよ、写真家鷲尾和彦さんの、写真展が、現在、ルーニー、四ツ谷三丁目ですね、四ツ谷三丁目のルーニーという写真ギャラリーで開催中です。で写真集も出たんですね。出たんですね。これ僕もあのハリアナ写真の時に一緒に行ってきたんですけど、うん、また前回のニコンサロンでやった遠い水平線もそうなんですけど、うんうんうん、行ったらたまたまワッシーがいましてですね。あら偶然また、うん、ニコンサロンの時もあの鷲尾和彦写真集見に行こうと思って新宿降りたら、うん、ワッシーが一緒に降りてきて、でもあれ一応鷲尾さんとはこう古いお付き合いなんですよね。いやもう付き合い長いですね、盟友と言ってもいい、だからもう全然何にも連絡してないんですけど、うん、会うんですそれはなんか特別なつながりがあるとかじゃなくてたまたまなんですか。たまたまです、もう本当に、うん、で行ったら行って、うん、でいろいろねあの彼に案内してもらいながら写真見て、なるほど、あの鷲尾和彦はあれなんですよね、そのまあ、震災後結構その海の写真が注目が集まったりで被災地に行って写真を撮ってまあそれが産経新聞で連載されたりとか割とそっちの文脈で語られることがねどうしてもメディアでは多いんですけど、彼はもうただ純粋にあの昔からあの海の写真をですね全国で撮り続けてきているということで、まあ今回はそのちょっと集大成みたいなですね、初期の作品からあの最近の作品まで時系列に並んでて、すごい見応えありましたよ、はいはい、これはおすすめですね。なんか出たばっかりの写真集、これあの To the sea で、これをですねあのそこ積んであったら、あ、よかった、うん、ちゃんと出たねとかって出ましたみたいな、もう一冊買うわっつって、4400円、あ、4400円あれと思って高いなと思ったんですけどあのまああのもちろんそれだけの価値はあるですね、写真集です。なんかルーニーで、購入を申し込むとサインがついてくると、あとあの若林カモス、あ、このルーニーの展示が終わったら若林カモスで、うん、今回出した作品の中からいくつかをですね、うん、まあその打ち合わせもちょうどできたんですけどその場でその場でそうなんだ、持ってきてもらうんですけど、まあ写真集も取り扱いをさせていただく予定で、うん、まあ、そこにも一応サインを入れていただくみたいなん で、まあ、ルーニー行かれる方はルーニーで購入されてもサインありますし、うん、若林貨物でも写真集サインで販売しますので、よろしくお願いします。4400円です。4400円プラス税だったかな。ああ。なるほど。これが、これも8月10日までですね。8月10日ルーニー終わった後、ちょっと間が空いて、うん、もう一回ルーニー、うん、で、熊本から来た人と、これが、やっぱり写真部員の、金本大成さん、伊勢板さん、伊勢板さんって言われてる人ですね、の、写真展、ということで、これは私はあんま詳しくは聞いてないんですけど、今回、まあ金本さんって23さんでも個展やってくれたことあるんですが、モノクロでね10番で撮ってらっしゃって、うん、割とその水平線も撮るしポートレートも結構撮られてる方で、うん、今回はまあ熊本ご出身なんで、まあ、その熊本がある種のテーマになっていて、うんうんうん、熊本から東京に出てきた人だったかな、うんうん、なんかその
まあ、金本さんもそうなんですけど、まあ、地元から離れて、まあ、東京だったかどうかちょっと間違ってるかもしれませんけど、うんうん、こちらに出てきてこっちで暮らしてる人、まあ、その人たちをそれぞれポートレートと撮って、うん、サブタイトルも33 Reasons Leaving Their Hometowns Behind ですよね。なるほど。だから、まあ、33人の、うん、まあ、ふるさとから出てきた人たちの、うん、理由背後にあるものみたいなことだと思うんですよね。結構ね、あの内容はそんなに聞いてないんですけど、うん、ちょっとドラマ性がある感じなのかなと思って、うん、ちょっと楽しみにしてるんですけど ね、 ね、まあ、で伊勢田さんもめっちゃ熊本っていうか熊本好きですか、ね、熊本は好きでめっちゃ好きですよ、ね、まあ、イコール熊本好きでいいんでしょうか、ね、熊本グッズ買いまくってますからね、あの人ね。でもこれもしそういうふるさとから来たって言ったら、うん、我々もそうじゃないですか、うん、だってもうすでに、うん、そうですね。だから多分その共感できたりとか、うん、する部分もあったりするのかなとかね、うん、ちょっと想像してるんですけどね。まあでも東京はねやっぱり地方出身者の集まりっていう側面もありますから ね、うん、ですね。まあ私もそうだし、うん、ということで9月、これは9月の2日からこれの後になるんですかね。あ、ちょっと間空くんですよ。うん、ちょっと間がいて9月になったら熊本から来た人、9月の2日から7日までですね、はい、金本大生さん熊本から来た人ということで、はい、よろしくお願いします。ルーニーもとってもいいギャラリーで、そうですね、あのオーナーのね、あの篠原さんも233写真もお世話になってますので、なってますので、ワークショップもやっていただきました。その説はありがとうございました。なかなかちょっとこう渋い展示が続きますね、写真部員の。確かにそうですね、モノクロ、うん、モノクロ、モノクロ、モノクロみたいなね。まあそんな中、あのハリアナ写真もいいですね。ハリアナ写真もね、有限なやつもあれば、うん、ちょっとこうドリーミーなね、うん、あのありました、ファンタジー的なやつも多分あると思うんですよ。なんかやっぱりその水とか滝だったかなんか、ね、もうミルクみたいな表現だった、はい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 、本当に初心者からもうプロの方も楽しめますよ。プートロさんのもね、あの結構写真も綺麗で、額装も綺麗でした。あ、そうですか。じゃあぜひ写真部員の展示もよろしくお願いします。そんな感じですかね。写真部はだからその8月三宅島やりますし、11月写真部展、そうですね、本展示がありますんでね、その辺も、もうそろそろ、はい、ていかないと、そうですね。その頃には季節も気候も良くなって部長もお忙しいと思いますが、はい、メロン食べて元気出してですね行っていただきたいと思います。わ、はい、かりました。はい、じゃあそんな感じで今日は終わりたい。何かありますか、はい、いや皆さん、あの暑さに負けずに、うん、あの暑い時には無理せずにクーラーかけて、少々部長は無理してください。無理してください、はい、はい、じゃあ今日はこれまで、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。